体調いいぜ今は。寝起きだからな。よいしょ。ちょっとマイクが近いな。これね、ちょっと首の長いやつだ、服だから近いね、声が。折ってつけよう。まあいいか、これで。あ、よし、いいぜ、今日は体調が。あれ、俺こんなところでセーブしたっけ。まあいいか、そんなどうでも。些細なことにとらわれていては対局を見失う。指が痛いな。なんで俺の部屋も蚊が出るわけ。もう2回刺されたんだけど。早えよ。一番乗りしてきやがる俺の部屋に。旬、一番サーフィンができるようになったら真っ先に波に乗りに来るサーファーたち。あん？あ？うわ！まあいいか。何なんだろうこれ。蚊に刺されたにしてはちょっとしつけえ痛みがあるな。しつけえぞ痛みが。もうめんどくせえからいい傷薬使いまくろう。使え。立つ。どこにいるんだよ。偽立つがちょっと品質してる。もう3回ぐらい出てきたの。立つ。俺が決して手に入れることのできない立つが何回も出てきてる。俺は指をくわえて見ている。それお猿のすみません下がったらやばない。今やばない。ほら、俺の予想していた出来事は。でさ、俺思うんだよ。これで立つは立つだろ。そしたら取り替えない。シェルだ。こいつそこまで強くないから、いい傷薬使うんだこれ。 で傷薬は20しか回復しないから、回復したとしても20以上のダメージで自利品になるけど、いい傷薬だったら回復しながらでもなんとかなる。お前殻にこもれや。まさか。おお、そうだ。お前は結局お前そうなんだ。変われないんだよ、そんな簡単に。お前は変われない。ほう。やばいな、俺が変えれないという型。それにこいつを入れてしまっている。お、出てきた。反発しやがった、こいつ。わからんな。人間模様を見せられたの今。よくわからない。人は一筋縄じゃ動かないという。自分が殻にこもったと思ったら、俺に反発して向かってくるという。わからないな。教育の面白さ見せつけられた。めっちゃ強いわこいつ。欲しいわお前が。スライス下げられてるからちょっと厳しいな。もうガンガン使っていこう。これいい傷薬。猿の育成のために、猿育成キットとしていい傷薬を使う。やめろや、それを。あ、でもこれ、変えた方がいいな、これ、さすがに。これ、さすがに変えた方がいい。ここで変えておけば5のダメージで済むから。バカか。そうそう、お前の思う通りに行くか。にしてもこいつ強えな。だってこいつ、目のクラゲで進化してるわけじゃねえからな、これで。水うめえ。寝起きの水ってなんでこんなうめえ。寝起きの水はうまい。間違った船乗りぞ。お、この一体なかなかの。お前か。でもレベルに、いやだろうな。これお猿一人で倒すか。相当経験値持ってるぞこれ。しかもセルダーってそこまで強くない。体当たりの攻撃力補正、基本攻撃力っていうのがおそらくそこまで高くないせいで、レベル上がっても、お、いいだろう。
レベル上がってもそんなに強くない。俺倒すぜ。こういうこともやってくるし、技が強くねえからこういうの美味しいんだよ。逆にポッポとかは電光石火とか使ってくるからなかなか強いんだよ、あのレベルでも。俺もだんだんポケモントレーナーらしくなってきたな。分析を始めてる。大そこまででもねえな俺。お、一本通ってるなこいつは。芯が、一本芯が通してる。うん、なんだこいつ、ガバガバじゃねえか。こういう元気なこと言ってない。俺が取ったこと言ってるのかな。まあ取るよそれ。立つ、偽立つをやめろ。欲しくなってくる、どんどん欲しくなってくる。俺はこういうことされると、お前たちの目論みは成功している。なかなかあれだな、こう立つは急に来ないな、急に来ない。少しずつ来る、少しずつ、そこの何、急に押しかけてこないな立つは。距離を測ってくる立つは。立つ、距離を測るように、ぐいぐい来ない立つは。こうやって見せておいて購買欲を高めていく、捕獲欲を高めていく。売り込みがうめえな、マネジメントが。いや本当にね、水ちょっと欲しいんだよ。岩が倒せねえから、このメンバーだったらちょっと対岩用の水がどうしても欲しいんだよ。どうしてる無事な。ははは、三連立つ。そういや藤原を出してる時にお猿を回復しとけばさ、よかったんじゃないの。よくわかんないけどさ、もうこの傷薬使い切ろう、もう持ってても仕方ねえよ。はあ、強えぞ立つ、強いぜ立つ。ダメだ、やられるやつだ。おい、なんで敵が急所に当たるんだよこれ。敵ばっか急所に当たる機械を使ってるこいつら。これいけるだろ。よし、301か。お、無理だよ俺の釣り竿では。せいぜいコイキングぐらいのもんだ。確かパーセンテージだよな、コイキング 90%、 残り 10% が何とか。おそらくその残り 10% が土佐キントとかだったら全くの労力の無駄になる。お、こっちはガバガバ警備じゃねえな、さっきと違って。ガバじゃねえ。それかもうこんな船乗りとかさ、ポケモントレーナーじゃない職業の人たちまでポケモン持ち始めたら、ポケモントレーナーって何ぞやってことになってくるんだよな。そんなみんな持ってるよっていうことになってくる。だってジムの人たち大して変わんねえじゃん。お人でもやった、なんかもうお笑い芸人よりもそこいらの兄ちゃんの方が面白いことがあるみたいな、そういう感じになってきてる。センスのある素人の方が面白いみたいな。これどうだ、お猿、猿よし耐えたり、よかったよかった。こいつ多分特殊高いタイプだから耐えたりだと効かない。危なかったな、だいぶ危なかった。お、今回だいぶハイスピードだぞ。この前やっとこさレベル19になったところなのに、まあいい傷薬たくさん使ってるからっていうのもあるか。まあ、こうやって使うもんだな、アイテムは。
違うかい。藤原よ。そうだと言っている。藤原も同調している俺に。今度から迷った時には藤原を見るか。なぜ全員眠るだけ全員覚えるんだお前らは。やはり人はみんな寝なければいけない。おな、お前ら同士で戦えや。腹が立つ。何お前ら停戦協定組んでんだよ。お前ら同士でやれや。なんだこいつら、いや、つかせやがら。遊園地クジラじゃねえか。ちょうど倒し頃の目のクラゲが出てきた。ぶち殺してやる。うっ、なんてことだ。これ直しとくか。混乱直してねえの。ねえのかよ。ドゥルル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 ル。混乱って出し入れしたら治るのかな。一応やってみるか。なんか混乱したら引っ込めろって言われたから。無限ループ。ラモ、お前は惑わされるな。こいつ全体的に腹立つな、目のクラゲ。でもこれ、まあいいや、もうめんどくせえ。お前一人のためにそんな。しかもこれもう3人変えたら経験値が。もう遅いけど。分配されるんだぞ、そういや。うるせえな、こいつ、ほんとに。これはうまい。金星だ。人手間。経験値持ってっかな。ようやく経験値持ってる敵が出始めたな。あんなピッピとかね、ピッピじゃねえ、ポッポが似てんな。ピッピとポッポ、あんなんばっか倒してたらレベル上がんねえわ。やっぱここら辺の太いポケモンを倒していかないとな。ふてえ、頼む。無傷で、無傷じゃなくて、あの殻にこもれやで。こもれ、お前は。何？反発。こいつ反発してきやがった。ちょ、これいけるか。いけ、猿、うまい。何はレベル上がると同時にステータス出てきたんだけど、いつももうちょっと間があるよな。レベル上がってからのポンだよな。それがお前の決め台詞か。こいつあの時とこっちの絵が違いすぎるんだけど。あなた任したら釣り人の釣り人。え、中国人？よくわかんないね。いくつも顔持ってるこいつは。ちょっと戻ろう。猿のあれがない。猿のあれ。だっていい傷薬も補充しよう。俺絶対もう、ちょっと今ここでいい傷薬こんな使い方するのはもったいないんじゃないかっていうのがちらついてきたけど、俺はもうそんなのは気にしない。もう俺の考え固まってるから、カツアゲだけは受けない。これが俺の方針である。カツアゲだけはされない。俺はそれが俺の基本方針。方針っていうのはあれだな、このダメなん、これこの方針ダメなんじゃねえかって時に試されるな。やはりそこで変えるかどうか。俺はカツアゲだけはされたくない。あんなバカなことはない。さあ、そしてその功を奏し、お猿がレベル19に。あれあれ
確か俺前世の記憶でレベル19で攻撃43だったよな。43だったよな。何これ、なぜだ、俺が手を貸したからか、いい傷薬とかで。そんなことあるのか。あのサロは、これ、そうか、これが努力値か。噂に聞く。あのサロは努力値が足りなかったらしい。いい傷薬で俺が何回も回復したから、努力値が下がってしまった。なんという奥深い作りだ、子供。つまみ出してくんな、こいつ。危なすぎるわ。お、図らずも空手対決。うう、やはり敵も空手チョップ。やべえわ。いや、でもこっちの方が、ふ、素早さでは俺の方が勝ってるぜ。は、なんでこんな強いんだよ。よし。やっぱ素早さって偉大だわ。素早さこそ思考。やっぱね、1対1の戦いにおいて本当に効力発揮するから、素早さって。こんなことね、消防中部の時思わなかったけど、本当対戦において素早さは重要だわ。それが大人の視点。あれ行き止まりじゃん。沈没したら真っ先に助からないな、あそこは。だからあそこに閉じ込められてるんだな、あいつら。一番頭のおかしいやつら。ゼントルメンも倒してねえのか。いいだろう、何度でも倒してやるぞ、お前なんて。うめえな、ガーディン。そこそこ経験値持ってるだろ。お猿パワー見せてやるぜ。ていうかさ、お猿、ほんと、誰に対しても先制するな。なんなのこれ。めちゃくちゃ早いんだけど。これがお猿の持つ特性なのか。猿の特性。100% 急所で 100% 相手より先行するって、これやばくね。やばすぎる。まあちょっと必中じゃないのがこういう時痛いけど、ガンガン強くなっていく。なかなか攻撃がさ上がらねえ。どういうことだよ。めちゃくちゃ金持ってんだ。そしてもう猿がものすごい速さで成長してる。藤原とラモン抜くぞ。速すぎる、スピードがあまりにも。猿の一生は短い。だからこそ閃光のように生きていく。猿は駆け抜けていく。ちょうどいい強さになってきたな、このパワーバランスが。いい感じに倒せるように。うめえ、うますぎる。全然持ってねえ、ニガン。ダメだ。ダメなんだ、こういうやつらは。さっきガーディーとか、ヒトデマンとか。お、珍しく急所じゃなかった。こんなことあるんだな。くっ。よって無傷。パーフェクトゲーム。パーフェクトモンキー。お猿デビューシングル。パーフェクトモンキー。あといくらだ？699か。水飲もう。